はい、えー、レタドールマイピーです。えー、今日はですね、えー、月一の野球塾っていうことで、まあ、初めて、えー、来るグランドに来ていますで今ですねちょうど、えー、グランドのこう下見ですね、えー、もちろん子供たちよりも早く一番乗りです、えー、何をしているのかっていうと、あのまあ、初めて行くグランドだからこそですね、えーまあ、今日の,あの練習だったりとか えー、どういうことをやろうかとかどういう内容をしよう内容の練習をしようかっていうことをこうやっぱりいいろろ考えたりりしますでやっぱりその環境に応じてグランドのその形状だったりとか、まあ、形態、えー、どんなものがあるのか、まあ、今ジャングルジムが見えてますけど、まあ、こういう遊具だったりとか、まあ、奥の方に見える鉄棒だったりとか、えー、そうですね今のこののここグランドのこう 状態土の状態とかでもそのグランドに応じての土の柔らかさだったりとか、まあ、荒れ方とかそういうのが全然違ってきますので、えー、そういうのをまず自分自身が練習前に把握をしてでその中で今日やれるベストの練習っていうものをこう選択していく。でまたねこう天気によっても コンディションとか、えー、風が強い弱いとか、そういったところ。でもまたやる練習っていうのも変わってくると思いますので、まあね。今日はあの？まあ、練習まだ時間があるんですけど、早めに来てま良、あ、かったなと思います。まあ、例えば単純にこういうジャングルジムとか。でもあの？こういう風にこっち側からスタートして、このジャングルジムをこう登って。 えー、越えて向こ,う向こう側に行く、えー、方法もあればこのジャングルジムを間をこう通っていく方法もありますよね。で右回り左回りして向こう側に行く方法もあります。 そういう意味で、まあその何て言うんですかね。1つの優遇でもいろんな練習方法だったり、いろんなやり方があるので、そのいろんなやり方によって、あのまあ、いろんな体感だったりとか、筋力を鍛えることができるっていう一つの考え方ですよね。でまあ、こういう滑り台にしても、この滑り台をまあ滑る。 えー、そして登るそれにもやっぱり筋力だったりバランスって必要になってきますし、まあ、この鉄棒一つにしても懸垂したりこの鉄棒の間をジグザグに走ったりするっていうのでもまたそこで2つ練習方法が見つかるしでこの鉄棒をあの1本のその棒をですねあの自分がこう手でがっちりと掴んで、えー、手の力で向こうまで。えー ですかね、渡っていくっていうんですかねそう,そういう、まあ、やり方をやるとか、まあ、そういうふうにあの一つの道具いろんな道具からいろんなアイデアが出てそのアイデアをしっかり実践してやるっていうところが、まあ、そのいい体幹の練習だったりとかトレーニングにもつながってきますので、まあ、そういうひらめきだったりアイデアっていうのもあのグラウンドの下見の時に、えー、自分自身、えー、考えたりして。 まあその日の練習に生かすっていうやり方ですねまあ、今日もおかげさまでいい練習ができそうですね、日本一って書いてます何があって挨拶挨拶日本一いい言葉ですよねまたこういう場所で今日も練習ができるってすごいいいことなんで、えー、ね、しっかりいいものをまた伝えて、えー、いいものをたくさん吸収して変えてもらえればなと思います今日も熱い練習をよろしくお願いします